こちらの現場、なんと素人の方がコンクリートをご自分で打設されたそうです。結局ね、押さえが間に合わなくてこういうデコボコになったり強度がない面が出てしまいます。それはね、夏の暑い時にコンクリートを打つとそうなりがちなんですね。ちゃんときちんと押さえられなかったので表面に強度がないんですね、残念ながら。でボソボソなんです。だからここにね、塗装してほしいということなんですけど、このままだともう強度がないので弱いところをこう取って削ってデコボコも鳴らしたりしてるわけですね。これダイヤモンドの刃がついていて強力に削っていくわけです。表面の柔らかいところを取って、やるんですけど、まだ柔らかいのでこんな感じですね。これボソボソ取れちゃうので、ここに、エポキシ樹脂系の分子の細かいね、表面強化剤っていうのを吸い込ませて下地を一回強化してから施工します。こんな工法もあるんです。